ギタリストの今堀義明です。京都でバンド活動したり作曲をしたりギター教室や、バックステージパスを運営しています。はい、今日からですね、3日間、年末スペシャルということでですね、僕の過去の動画から、割とね安めのギターを弾いたやつをねちょっと特集していきたいと思います。はい、今年のね11月に東京でソロライブっていうのをやったんですけど、その時はお客様から10本程度ね、ギター持ってきてもらって、でそれをお借りして、僕がね1曲ずつ、そのギターを借りて弾いていくっていう、イベントやったんですけど、それはすごい盛り上がってとても楽しかったんですけども、まあさすがにね皆さんいいギターをねみんなお持ちで、もうヴィンテージから、ハイエンドのやつだったりカスタムショップとかね、そういうのを弾いたんですけども、まあ、その時は僕のアンプとペダルボードを持ってきましたけど、その時はですね、アンプのセッティングもエフェクターのセッティングもほとんど変えることなく、弾き方タッチ一つで、全てのギターね一応コントロールして弾いたんですけども、まあ、その辺の様子は、この僕のチャンネルに、ダイジェストとして、全てのギター載せてますんで、ぜひねそちらも見てもらいたいんですけども、ただね、いいギターばっか弾いて安いギターも、弾いてみろっていう形で、まあ、言われることもあるし、思ってる方もね多いと思うんで、僕もね過去に何本かは安いギター、まあ、安いって言ってもまあ10万以下とか、まあ、それぐらいですかね、それぐらいのギターも弾いてますんで、ちょっとその辺を、面白いギターピックアップして、3日間にわたって、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、まあ、中には本当にヴィンテージギターとかでもフレットがねオリジナルフレットですごいペタペタで、もう本当にもう平面ネックと同じぐらいの高さっていうか、平坦になってるぐらいのヴィンテージも今まで弾いたことありますし、まあ、そういう中で安いギターはどこまでね使えるかっていうか、どんな音出るのかっていうのも聞いてもらえたらいいと思います。まあ、過去の動画なんで見たことある人もいると思うんですけど、まあ、最近僕のチャンネル知っていただいた方も大勢いると思うんで、まあ、そういった形でちょっと今回過去動画流していきたいと思います。はい、ではね、まず、今日の紹介する、ギターはですね、ヤマハパシフィカ、です。はい、611っていうのが、まず1本目ですね。でそちらは6万以下で買えるんですかね、6万以下ぐらいであったと思います。はい、であとは2本目は6、パシフィカ、同じくヤマハパシフィカの612ですね。はい、こちらちょっと高いですね、7万超えるぐらいなんですかね。はい、この2本をねぜひ、聞いてみてください。
Thank you.